ですけど、4月29日六ヶ所ポニカ平成ラストのワンマンライブをなんと中野サンプラザで開催します。もっと自信をつけて、みんなで中野サンプラザで満員ですって笑えるように頑張りたいと思います。ずっとね、こうすごい報告ねしたらどんなみんな顔するのかなって思ってて、したらね、なんか喜んだ顔っていうかね、すごいって顔してくれてすごい嬉しくて、私たちの無限に広がる道の先のマジカルビューをみんなと一緒に見て、最座高の思いでこれからも作っていきたいと私は思っています。それでは以上、私たちあなたと生きる学習帳ロッカージャポニカでした。ありがとう。